あなたが慢心創痍なのを知っています。それでも私はこの戦いが楽しみでしょうがない。だって私は初めてあなたを見てからずっと思っていたのですから。この人とやりたいと。それは僕も同じですよ。この場に立った以上、 自分にもあなたにも背中を押してくれたみんなにも恥となるような剣を振るうつもりはありません。だからここに誓います。僕の最強を持ってあなたの最強を打ち破る。頂点は歩み続けてきた少女と底辺から這い上がってきた少年。最後の戦いが今始まります。レッツゴーアヘッド。一刀しろ。 ステラちゃん、きっと息は最初から決めていたんだと思うわ。小細工は使わない。彼女を倒すなら真正面から切り捨てる。彼はまっすぐ飛び込んでくる。一度かわせばそれで私の勝ち。そんなの冗談じゃない。まともに震えるのはただ一刀ならば、今の自分のありったけを この一刀に乗せて放つ。クロスレンジは私の領域。そこを逃げ出してどこで戦うというの。これがこの戦いの場に上がってくれた東堂さんへの誠意。そして僕自身の挑戦だ。受けて立つ。この最強の雷切りで。これが仕組まれた決闘だろうと もうどうでもいい。私は学園ナンバーワンの座を守りたいんじゃない。僕は己の全てをかけてこの誇り高い騎士に勝ちたいだけ。第7剣ナイト。最初から分かっている。彼女が強いことも自分が人より劣っていることも、劣っているならかき集めろ。至らないなら振り絞れ。1分もいらない。 一瞬に東堂選手の鳴神が雷霧が粉砕されました。リングに佇む勝者はワースト